今現地の説明をしてますので、新井白石の、生涯ですとかどんな人物だかっていうのは中に入った段階でもう一回説明をしますので、今日まずは先に現地を、ご案内いたします。ここの、堀が、白石様堀になります。白岡はたくさんの河川、溶排水が流れてますけども、黒沼用水とか笠原用水、それに対して隼人堀川、白石様の堀も堀川なんですね。でこれどこが違うかというと、用水っていうのは田んぼに水を入れる灌漑用のものですね。で堀はいらなくなった水を排水する、排水路が堀になります。でこの白石様堀はですね、皆さんが見ている南側の方が、まあ、低くなって田んぼになってますよね。低い、今は綺麗な田んぼになっているんですが、白石港が領地として柳生村をいただいた時っていうのは低湿地です。この辺は低湿帯なんですね。この皆さんが立ってる面から田んぼ面ってこう低くなってますよね。で線路の反対側、新白岡地区がありますよね。その前に駒形地区っていうのがあるんですが、新白岡地区も実は田んぼだったんです。で田んぼと田んぼの間に野球のこの、これ台地じゃなくて自然堤防なんです。土砂が堆積して大きな河川のところに土砂が堆積して自然堤防、まあそういう低い土地ですので、大久保さんっていう名主さんが記した文書の中でですね、収穫は3年に1度ぐらいの収穫だっていうふうなことが書いてあるんです。まあちょっと大げさかなとは思いますが、そうした中で白石港が治めてこの排水路を整備した、排水路を整備したおかげで収穫量が増えたということで、これもですね、領民、まあ白石って旗本ですので、旗本っていうのは領地をいかに経営するかっていうことが求められるんです。そういう意味でも白石は非常に有能な、旗本としてですね、地域を開発って言いますか、ね、排水をよくして、ここの排水路今こう流れていって宇都宮線にぶつかって、新白子川をこれ暗渠になっちゃってるんですね。で、落とし堀の方にまたつながって、おります。で現在も排水路として機能をしております。今はね、一面こう綺麗な田んぼなんですが、かつてはここは日川という河川が流れて利根川の前の流れです。で明治の頃までは点々と沼地が実は残ってたんです。それを、このような形で高知政治等で今の綺麗な田んぼ、反対側の、今の新白子川にも何箇所か沼地がまだ、残っておりまして、今は見ると非常にこう綺麗な田んぼなんですけども、そういう、先人の、思いがここには込められていたというふうに思います。それで合流しているのは姫宮だったと思いますね。姫宮堀に合流しているんですよ。このもうちょっと南側ですね。あ、そうですね、姫宮落としに落としに落としに。それでは今度は郷蔵の跡地に行きますね。